世界の皆さんこんにちは、ヒカリミウムです。でここはですね、東京都稲城市の三沢川のところになります。なんでわざわざこの三沢川に来てるのかというと、理由はですね、これです。でこの三沢川の沿道には桜がずっと植わっているので、この桜を録画しようということで来ているわけですね。で今日は3月の24日ですね。でついに先週かぐらいには高尾梅郷梅祭りの動画を録画するために東京都八王子の 裏高尾まで行ったわけですね。で梅のシーズンっていうのはだいたい2月の半ばから3月の半ばぐらいまでで、3月の半ばから桜のシーズンに移り変わるわけですね。でもう3月も24日で下旬に近づいているので、桜は満開という感じになってますね。まあ桜といってもいろいろと品種があるんで咲く時期はまちまちですが、この桜はソメイヨシノでしょう。あと下に流れてるのが三沢川ですが、魚が泳いでますね。ポイかなんかでしょうか。それでですね、この近くに変わったものがあるので、それを見てもらう感じになりますかね。次はで、向こうの方にある通りは鶴川街道にありますね。でその鶴川街道に面したところに記念碑があるので、それをちょっと見てもらいたいと思います。でここにあるのが九段の記念碑なわけですが、ここには長沼城宝厳寺跡と書いてありますね。この地はその昔、源頼朝に仕えた武将、長沼五郎宗正一族の館のあったところと言われ、新編武蔵不時にこうまた江戸時代中期建立され、明治の末年廃寺となった宝厳寺の跡地でもあると書いてますね。要するにこの辺り一帯は長沼っていう昔の地名になって、その長沼という地名の由来になったのが長沼五郎という人物で、その一族の館がこの場所にあったと、そういうことが書いてあるわけです。ということで長沼城宝厳寺跡地の記念碑でした。歩いているところはですね、三沢川桜通りというようですね。その名のごとく三沢川の左右のところに桜が植えられているっていう、そういう通りになります。でっかい魚が悠然と泳いでますね。なんか週末は雨の予報だったと思いますが、その雨の予報は修正されるか何かしたんでしょうかね。あとあれですよ、今週末から来週末にかけていろいろといろんな地域で桜祭りをやるようなので、その桜祭りの動画とかを何本か撮れればいいかなと思いますね。向こうのところの桜は結構
見事ですね。あそこのところに三沢川桜通りと書いてますね。ほいで、なかなか壮観ですね。で、コロナもほとんど収束に近づいてる感じで、もうマスクは任意でしてもしなくてもいいですよと、そういうことになっているわけですが、どっちに転んでもそういう状況になったからといってコロナウイルスが消えてなくなるわけではないので、やっぱマスクをしてる人は多いですよ。あともう一つ言うと、ここ何年かはコロナの影響でいろんなイベントが中止になったり何かしてるわけですよ。で、そういうイベントの中には下の方に魚が何匹もいてバシャバシャやってますが、あれは何をしてるんでしょうかね。ちょうど下の真ん中のところで何匹も魚がいてバシャバシャやっていますが、それは何をしてるんでしょうか。まあいいですよ。で、何の話をしていたかというと、コロナの影響でいろんなイベントが中止の浮き目にあっていたわけですが、その中にはいろんな地域の桜祭りがあるわけで、今週末とか来週末とかにはいろんなところで桜祭りが行われますね。で、そういう桜祭りの様子とかも撮れればいいかなとは思ってるわけですよ。まあ東京都内でいうと目黒川が桜の名所として有名じゃないですか。なので目黒川の桜の様子でも撮りに行ければいいかなと思っていますよ。来週の日曜日か土日あたりに確か目黒川で桜祭りがあったようなので行ければなと思いますね。これはお地蔵様かなんかですね。一応お賽銭でもあげておきましょう。ここにあるのはバンバ地蔵というようですね。ここにあるのはバンバ地蔵というようです。で、今現在は東京都稲城市の三沢川の左右のところにある三沢川桜通りを歩きながら
三沢川の桜の様子を撮影していますね。ほぼ満開ですね、これは。鳥が、スズメか何かが、スズメか何かがいますね。あれは何て言うんでしたっけ？それでと、で、向こうの方に立て看板がありますね。この道路、欄干橋、今橋は、三沢川桜、梨の花祭り。開催のため、先の期間は車両通行止めとなりますと。4月1日土曜日午前6時から午後6時。4月2日日曜日午前6時から午後6時ということで、4月1日2日に三沢川で桜の花、梨の花祭りがあるという、そういう看板でした。まあ、4月1日と2日は、あれだな。さっきも言ったように目黒川の桜の様子を撮りに行きたいかなと思っているので、まあここの桜の花祭りの様子は撮れない感じですかねと思いますが、でここをずっと歩いていくと、読売ランドの京王読売ランドの駅まで行けるわけですよね。と今京王読売ランドまで歩きながら動画を撮る感じにしましょうか。三沢川桜街道ありますね。それで今いる稲城市は梨の名所なんですね。ここはおそらく梨農家の農園ですね。で今見てもらってるのは梨の木で、咲いてるのは梨の花でしょうか。桜の木はこういう植え方はしないはずなので、多分これは梨の木で、梨の花が咲いてるんでしょうね、きっと。ということで、ともかくこの三沢川桜通りをずっと行く感じにしましょう。でそれであそこにあるのは稲城市立第一図書館ということで、図書館の隣にあるのは建物は何でございましょうかということですね。多分あそこにある建物は稲城市役所だと思いますよ。違うかな？あそこにある建物は多分稲城市役所でしょうね。一応確認してみましょうか。とにもかくにも今日は東京都稲城市の三沢川のところに行って桜の動画を撮っていますね。
まあ予報では雨が降るとか出てましたが、一応雨が降らないので良かったかなと思いますね。ちょっと向こうの方に行って、あそこの建物が何かを確認してみたいと思いますと。ここにあるのは稲城市の消防署ですねと。稲城市の消防署の隣にある建物は何の建物でありましょうかという話ですね。正面の方に回り込んできていますと。で、あれだ、ここの通りは何通りかな、どこかな。稲城市は東京ヴェルディと日テレベレーザを応援していますと書いてますね。よくわかりませんが、ここは稲城市役所で間違いないと思いますね。どうでしょうかーんと。うん。看板とかはないですよね。よくわかりませんが、おそらくあそこの建物は市役所で間違いないと思います。まあ後で Google マップで確認しましょう。ところどころにこういうものがありますが、これはどうやら
ライティングをするためのものらしいですね。ところどころにこういうものがセットされていますが、これはどうやらライティングのためのもののようですね。あれで赤い光を出すんでしょうという話ですね。21分か。とりあえず30分ぐらい動画を撮りますかね。そうそうそう、今度の土日には府中で桜祭りがあるので、その府中の桜祭りの様子を撮りに行こうかなと思いますかね。どっちに転んでもコロナの影響でいろんなところの桜祭りが中止に追い込まれていたので、府中の桜祭りなんかも4年ぶりに開催されるとのことなので、やっぱ楽しみにしてる人は多いでしょう。それにしても3月は異常高温に関する情報が出ていて、20度以上を超える日が結構あったわけですが、その一方で10度以下を下回るそういう日もあったりするので、今月は寒暖差が結構激しかったですね。その寒暖差の影響で体調崩して風邪ひいちゃいましたよ。まあ大方風邪も治ってきましたが、それでと今日は3月の24日になって、ここは東京都稲城市の三沢川の沿って三沢川に沿って走っている三沢桜通りという通りになって、この通りには名前のごとく桜の木がずっと植えられていますね。で、満開の桜の木、ところどころに桜じゃない木が待ってますね。あそこにある木なんかは桜の木じゃないですよ。あるいは違う品種の桜かもしれませんが、じゃああと5分ぐらい歩いたら今回の動画も終わりにしますかね。この桜の動画もいろいろと撮ってるわけですが、今年で3年目かですね。
どこまでも桜がついてるという感じで、ずわーっと桜がついていますよ。今魚が泳いでますね。三沢川を魚が泳いでいます。あの魚は鯉でしょうかね。鯉という魚がいるんだったら、薄いという魚もいるんでしょうか、などということを考えます。三沢川ですね。まあここまで来たらもう読売ランド駅まで歩いた方が良くなってくるわけですが、一応この動画自体はあと数分で終わる感じにしましょう。30分経つので、じゃあ向こうの橋まで行ったらこの動画は終わりにしますかね。うん、で今日は3月24日で、ここは東京都稲城市の三沢川沿いに走っている三沢川桜通りという通りで、三沢川桜通りの桜の動画を撮影しながら歩いているという、そういう動画になるわけです。ということで、そこのさっき橋まで行ったら、一応今回の動画は終わりにしたいと思います。ということで、今回の三沢川の桜の動画はこれで終わりにしますね。ではでは。